え、なにそれ？え、ペコちゃん、今日は？今日何ですか？え？ペコちゃん、スバルに向かってなんて言ったんだっけ？なんでしたっけ？あ、10年に1人の逸材だかな。それペコちゃん、スバル以外にも言ってるよね。あれ？なんでどこから漏れたんだ？ペコちゃん、それ誰にでも言ってるでしょ。そんなことないペコですよ。センスがある人にしかペコアラは言ってない。今日はね、貴様をボコしに来た。対戦よろしくお願いします。ボールド言ってますやん。ペコちゃん、スバルが載せたツイートに対してさ、うん、もうメッセージでさ、なんて送ったか覚えてる？あれ、なんて言ったかな、覚えてないな。そういえば、しれっと自慢してる人いたんですけど、どう思いますってスバルのあのツイートのスクショ貼り付けてきやがって。おめえ舐めてんじゃねえぞ。逆にペコちゃん、いつストローク始めたんだっけ？もう数ヶ月も前の。でも今ペコほら、このライブの練習とか最近楽そうにも溜まっちゃって。ペコちゃんも言い訳するようになっちゃったか。自分の弱さが認められず。スバルはペコちゃんボコすし、ペコちゃんはストローク先輩の威厳としてスバルにボコされるわけにはいかないでしょ。いやマジだから今日はペコはマジ負けられないですよ。そうだよ。だからお互いのプライドをかけたバトルをしたいと思う。で、負けた方は勝った相手に本当に切ってすいませんでしたって。謝罪ね。これお互い今生きり散らかしてるから、負けた方が本当に〇〇様生きってすいませんでした。スバル先輩の謝罪聞けるのかだろ。いやいや、あれペコちゃんランクいくつだっけ？10本勝負。先にちょっと使うキャラクターだけ言わないペコですか？スバル先輩は何使う？スバルはもうキンバリーちゃんですね。ペコちゃんは？コーラはザンギーザンギー、お前ホンダじゃねえの？え、お前ホンダ捨てたってマジ？うーん、昨日までは。いや、何があったんだよ昨日と今日。いや、嘘嘘、ホンダです。わっはっはっは。もうスバル先輩をインストールしたリスナーたちにしごかれしごかれ。ちょっと待って、うちもなんだが、ペコラみたいなホンダめちゃめちゃ来てたんですけど。ペコラも名前でね、もうスバルインストール済みって書いてるみたいな。ねえ、うまいおるやん、スバルエンタコラのさ。手は温まったかなペコちゃん。負けられない戦いが今始まろうとしている。来いよアーモンドウサだ。対空よくやります、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 対空よくやります。その対空に惑わされすぎて変顔忘れたんだが、初めて忘れた。うぇー、やばい。ちょっとペコちゃん、何ヶ月前に始めたんだっけ？何ヶ月前だったかな？やめろ。半年前ぐらいだったかな。やばい、やばい、やばい。うぇー、どうせドスコイなんだ。どうなの？これ10試合だからいいけど、裏で一生かまされてたら友達辞めるかもしれん。女はだけじゃねえよお前。はいはい、ここの家のとこ行けますよ。あれ、スバル先輩、謝罪もうちょっとで準備しといてくださいね。ペコちゃん、ちょっと早く押しなよ。だけ、女はだけ、女はだけ。抱かせぬ、わしの金バリー、まだ抱かせぬ。抱かせてもらおうかな。あ、よいしょ。セクハラやめろ。先輩の金針に、あ、よいしょ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 。お待たせ。え、何の作戦してたんすか？いやいや、ちょっとね、ちょこっとだけ教えてくださいよ。何言われたペコですか？え、とりあえず心で負けるなみたいな。ここだ、可愛いので早く入ってもらえますか？ねえ、仲悪いんかこれ。精神論だけじゃないっすよね、多分言われたの。そうだよ、精神論だけじゃないし、やっぱり女は抱かせねえ。キンバリーの、キンバリーはスバルが守るんだ。キンバリーエロい体してんな。セクハラやめろ。キンバリーちゃんおいで、抱いてやろう。やめろ。女は抱け。このホンダの大きい体でハグしてやるよ。キンバリーちゃんはホンダの嫁かにゃかにゃ。おい、
ねえキンバリーよ。キンバリーちゃん、また抱いてあげるよ。僕が寄ってきてる。ほら、寄ってきてる。もう一回抱こう。いや、抱かせない。あーあれだ、キンバリー、キンバリー大好きだから。もう一回、もう一回、キンバリー抱かせな、キンバリー抱かせな。変態、変態、帰れ、帰れ。キンバリーは抱かせない。キンバリーを抱くため、キンバリーは抱かせない。女の子はまず握手からしてもらってよろしくて。なるほど、じゃあ今握手したからそろそろいいかな。じゃあ、はい、ここでギュッ。キンバリーいいケツしとるやん。こっちやんです。おまわりさん。あれ、逃げないでよキンバリーちゃん。大好きだよ、大好きだよキンバリーちゃん。いつ抱こうか。ここで抱こうかな。していいっすか。なんて言われてた。やっぱ最後は気持ち。気持ちです、気持ち。その真顔やめて、お前。もうお前は抱き飽きた。やめろよ。あんなに抱いてくれてたのに。他の女がいいな。ひどいよペコちゃん。じゃあおしまいですかね。ペコちゃん先輩、社会楽しみにしてますよ。楽しみ。抱けねえよ。拍手しようよ、拍手しようよ。やだ、拍手したくない。拍手しようよ、拍手しようよ、拍手しようよ。握手おじさんになってるやつ。おじさんと握手しようよ。気持ちよくなったから、そろそろ終わるか。あれ、謝罪してもらいましたっけ。そうですね、謝罪してもらいましたっけ。生きてすみませんでした、ピョコラ様。先にランク上に行ってしまい申し訳ございませんと。じゃあアーモンドウサダ様、この度は。あれ、なんか態度良くないな、それ。なんか態度良くないな。アーモンドウサダ様、この度は。ゴールドにちょっと行ったからって生きてしまう。このような無様な姿になって、大変申し訳ございません。ベストーツ。まあ、これからの態度気をつけな。いつでもまたリベンジとか待ってるから、また強くなって来てね。心優しいお言葉、痛められます。シガル先輩はインパクト返しがまだできないかもっていうコメント欄が結構あって。それいつ言われてた最初。そう、今日の時にスバルはインパクト返しはまだなかなかできないみたいな感じで言ってた。なるほどね、スパイがいたわけか。ちょっとスバトマ後で集合。ペコちゃん本当にありがとうね。ありがとうございました。また遊ぼう。はい、またね、バイバーイ。バイバーイ。バスタブマッチ開くのでホンダで来てもらっていいっすか。え、ごめんみんな、もうコラボ
もう終わったと思ってるでしょ。終わんないからアーモンドウサダのコピー作ってもらっていいか